二川学院中学校、高等学校は、兵庫県西宮志高等園二丁目にある、キリスト教カトリックの私立中学校、高等学校。設置者は、学校法人二川学院。設立母体は、コンベンツァルセーフランシスコ修道会二川学院は1950年に、ポーランドより来日した、宣教師たちによって開学した、中学校、 高等学校は1962年に開校。二川学院高等学校者 HR 教室聖母、マリア像、キリスト像学校は、キリスト教カトリックの流れを組んでいるために、宗教色の強い清楚な校風として知られている。キリスト教主義教育をとっているため、服装の乱れや礼儀、態度は厳しく見られ、校内でも、授業やクラブ活動以外では制服を着用することが、 決められているまた、校長はクリスチャンコードにのっとり、現役の神父が担当している。宗教に関する行事が多いことがその特色の一つでもある。新川学院中学校、高等学校は中高統一された生徒会が存在せず、中学校生徒会、高等学校生徒会が各校の自治活動を行う。しかし、一部の行事は中高生徒会連携で推進するので、 つながりは深い。主な委員会とその役割。編集イタリアへ、研修旅行へ向かう。伊豆のテロの影響で現在は中止され、沖縄研修旅行に変更されているが、2019年から選択制になる模様。新川学院中学校、高等学校には特進コース、進学コースが設置されている。進学コースでは1学年3クラスの約80人程度。高校2年時には、 文系、理系クラスに分かれる。コース変更も可能で、毎年十数人の一定条件を満たした生徒が、コースを変更している。17歳の決断、編集二川学院中学校、高等学校では、生徒の進度の決定を、17歳の決断と称し、進度指導に力を入れている。このカリキュラムは、生徒の学力面だけでなく、精神面において、 キリスト教教育を通しての自己分析で将来の展望や目的を明確にさせている。高校は生徒の学習支援体制づくりに取り組んでいる。高校の主な進学先は特進生の国公立や地元でもあり、近隣に位置する関西学院大学や関西大学に進学する生徒が多い。新たになかなか完全6カ年教育の特進通コースと高校入学の 特進 S コースが設置されて東大、京大、半大、神大などの南関国立大学への合格者の輩出を目指している。二川学院の中央に位置する行動、主に入学式や卒業式などの重要儀式で使用される。コルベ行動は外観は男性のようなたくましさを表し、内部は女性の体内のぬくもりを表現している。そのため外観は 内放しコンクリート構造で内部は柔らかい色彩の対照的な空間となっている。1階部分には小行道もある。行道内に設置してあるパイプオルガンはカンタベリー大聖堂やロンドンのセントポール、大聖堂などのオルガンも手掛ける英国マンダー社製。マンダー社製のオルガンは日本には8カ所に設置されており、ニガワ学院、コルベ行道内のパイプオルガンはその一つである。ニ川学院。 コルベ行動英国マンダー社製のパイプオルガン、二川学院の複合学習施設である。二川学院関係者ならば、誰でも利用可能な学院共有施設でもある。ラーニングセンター、人志学サポートセンター、などの学習支援施設が設置されている。センターの1階には、学院総合事務局があり、コルベ行動に隣接している。センター内には貴重な骨董品が展示してあり、 その他絵画などの芸術品も多数見られる。高等学校校舎はコンクリート構造で作られており、南はこれべ行動前のアゴラに隣接している。北は高校グラウンドがある。HR 教室のほかに音楽室、科学室、物理室、視聴覚室などの特別教室や多目的、選択教室も設置されており、高校校舎といっても中学生も多く利用する。 HR 教室は高校進学コースの1年生3年生までがある進学校舎とも呼ばれる高校校舎の東に位置している高校特進コースの1年生3年生までの教室が設置されているため特進校舎とも呼ばれる1階には PC 室がある2009年に新設されたそれまでは二川学院小学校に隣接していた高校校舎の南にある 中学校の各 HR 教室やローゼンバイゲル記念ホールがある。中学校舎東に直結している総合体育施設、室内温水プール、武道場、トレーニングルーム、体育館が設置されている。二川学院の周辺には大きなヒマラヤ杉が見られる。ヒマラヤ杉を学院周辺に植えたのは学院創設に関わった。 ポーランドの修道士たちで修道士がで来日するに際ヒマラヤ杉の種を持ち込み、生徒が次のようにまっすぐに育つように願いを込めて植えられたと伝えられている。新川学院の施設内のアゴラには巨大な白桃が中心に立っている。これは宇宙軸と呼ばれ、神と生徒たちを装具シンボル、生徒たちの交流の場として活用されている。コルベ高の北東にある設立母体。 コンベンツァル・セイ・フランシスコ修道会の教会は、高等学校のみ、上記の学校以外にも、キリスト教カトリック系の学校とは、姉妹校関係にあり、ビデオレターを通して交流なども行われている、聖母の騎士第76巻午号21ページ。ありがとうございます。